こんにちは、ネモです。パワプロアプリやっていきます。今回は新イベント帝王実業高校と、対戦していきたいと思います。で、新しいイベントが来てますね。激突帝王実業高校開催中と。で、このイベント期間中にサクセスやスタジアムで帝王実業高校が敵チームとして、出現します。勝つと帝王像というものがもらえて、それを使うとミキサーガチャで帝王のキャラが手に入るのかな。で、イベント期間が1月12日から21日までというところで、新イベキャラ SR クオン光る、こいつやばいっすね。投手で強心臓、変化球で3段階解放すると練習効果アップと試合経験点ボーナスの効果と。こいつもちょっとやばそうな雰囲気出てますね。で、まだどういったテーブルを持っているかわからないので何とも言えないんですが、イベントとかも含め金徳と固有ボーナスの経験点はちょっとやばいんじゃないかなと。こいつは相当強い雰囲気は出てるかなというところですね。で、期間限定チャレンジも合わせてきてるみたいですね。で、新しいガチャも来てますと。おまけで帝王像がもらえるガチャですね。で、このガチャをガチャると帝王像の緑、赤、青、黄色のどれかが1枚抽選されておまけでついてきますと。10連すると11枚もらえるみたいですね。まあ、クオン45にするんであればこれをクッソ回すんでしょうね、おそらく。ちょっとな、どうだろうな。ちょっとわかんないですね。とりあえず試合やっていきましょうか。レニューチャレンジャーと。すげえな、 S7 とか並びまくってんな。クソ強えな。行きましょうか。これサクセス勝てんのかな。 S7 って強くないか。真剣に。いや、すごいぞピッチャーたちも。ちょっと待ってください。あ、すげえな。なるほど。強いわ。確かに S7 ありそうな感じだわ。ピッチャーもなんかすごいな。すご。強いっすね。まあ、どこかのプレイヤーさんのミラーなのかな、多分。ちょっとわかんないですけど。第9、ストレートはボール。第2球、スローボールストライク。まずはなんとか勝って。少し迷ったか。第3球を投げた。帝王像をもらいに行きたいですね。空振り三振。得意のジャイロボールで仕留めました。ツーアウト。第9投げました。ストライク。はい、ストライク。投球これから2球目。打球はそのまま伸びていく。なんとかスライダー打てましたね。オープナー。やってやってやって。完封いってほしいな。無理か、スタミナ足んねえか。ドリンク使えばよかったですね。まだ投げてるかな。第9投げました。見送ってストライク。まずは見送りました。第2球投げました。いやー、パーム嫌だな。カウントワンボールワンストライク。投球は3球目投げました。スライダーか。3球目空振り。第4球を投げた。打った、強い当たり、いったー。よし、完封来たぞ、これ。あ、来てねえ。ピッチャー当たった。第9、高め、外れてボール。第2球、投げた。第3球を投げた、打ちました。
なんとかゼロで行きたいっすね、ここまで来たら。第4球を投げた、ストライク。さあ次が最後の投球になった。投げた、148キロ直球、空振り三振。ここチームもう粉砕しました、9-0 で。49万か、全然出ねえな。お、いいですね、手王像たくさんもらいました。あと黄色と青、はい、まあ、こんな感じみたいですね。うん、まあ試合に勝つと3個ずつぐらいもらえて、6個か。で、得点でも変わるのかな、ちょっとわかんないですけど、そのあたりは。うん、まあ、連続で出たりしないかな。お、いいですね。行きましょうか。連続で出てくれると本当助かりますね。第9、初球空振り、タイミング合いません。クイック早いですね、釘付けっていうのは。外のボール球を振らせました。第3球を高め、空振り三振。3球で仕留めて、なんだろうな、めっちゃくちゃ強いはずなんだけどな、相手。なんか点も取るし、点取られないっすね、こっちが。不思議だな。第2球伸びた、伸びていった、レフトセンター見送った、ホームラン。あ、そうか、カーブ1だったから1000点しか入んねん。7回、第9投げました、打った、クラブ強烈、左中間大きいぞ、入った入った、ホームラン。その、ツーアウトランナーはありません。第2球投げました、投球がこれから3球、空振り三振。最後は渾身のストレート、 OK と。何点くれんだこれ。うん、さっきゼロで、まあこんなもんか。3つなんだな、完封すると6個かな。いや、なんかもらえる帝王像の表示がありましたね、それがたくさんあると。うん、6個かなっていう感じですね。1つの表示につき3つかなという感じみたいですね。うん。いやー、ガチャも更新来たか。まあ、そうですよね。で、まあ、この帝王像。まあ、なんだろうな。少し前のドロイド像と同じような趣旨かなというところですね。うん。いや、クオン欲しいな、これ。こいつ強そうだな、本当に。で、詳しい情報はこちらと。ちょっと待ってください。帝王ミキサーガチャ。スーパーミキサーガチャ。Rクオン光を上限解放プラス5にする。なるほど。帝王ミキサーガチャを回すと初回のみ R コン光が必ず1枚出現。スーパーミキサーガチャを回すと SR クオン光が必ず1枚出現と。何でんの？クオン光ると金帝王像。ゲドウ金 SR ガチャ券。SR10% ガチャ、 PR ガチャ、 R ガチャ、入部届、招き、マックスドリンク、ロックオン、内ピ、 SR イベキャラ、 PR イベキャラ。うん、なるほど。で、クオンはノーマルの方は同じような内容ですね。うん、SR ガチャ券があるかないかと、
あとは入部届か。という感じみたいですね。うん。なるほど。いやー、これ、クオモ光る、ほんと。どうなんだろうな。SR か。欲しいなー。めちゃくちゃ欲しいなーって感じですね。あー、で、先ほどの、スタジアムで6個もらえるパターンと3個もらえるパターンの説明がありますね。で、2個を連なってると、やっぱ6個。で、1個だけ表示だと、勝ったら3つという感じなのかな、というところですね。で、サクセスで勝つと何個もらえるかはまだわからないので、またおいおいサクセスして様子見たいと思います。で、あ、そうか。帝王実業に勝つと、ボーナス経験点や特殊能力のことを獲得できると。やはり前のドロイドと同じような形ですね。で、サクセスの方は緑と赤の帝王系の像か、帝王像かがもらえるみたいです。で、他、期間限定チャレンジか。なんだろうな。あ、先にガチャ見ときますか。ミキサーガチャ。まだできないよな。帝王像が足らんわ。これ、クモ光るを上限解放5にするって結構大変じゃないか。これ5にした上で、ちょっと出現率がわかんないですけどね。結構大変そうかなっていう感じですね。で、期間限定チャレンジか。帝王実業に10勝、30勝、50勝、70勝。サクセスで15勝。ミキサーガチャ50回。かな？なるほど。なるほどという感じですね。今回これ達成できるかわかんねえな。はい。ということで、帝王実業高校の激突イベントが始まりました。クオンか。いや、めっちゃ欲しいな。強心臓変化？試合経験点？あとは、本当にイベントと、まあ、前後の関係。これがどんな感じになるかわかんないですが、いやー、いいっすね。なんか、本当に来てますね。強心臓変化か。悩ましいな。強心臓変化か。いや、もう皆さんも、この動画が出る頃には、おそらくクオン引かれていると思うので、ぜひぜひクオンの使い心地とか、あとは、なんだ。なんだろうな、と。まあ、どれくらいミキサーして、2枚目以降のクオンですね。その1枚目ミキサーは確定らしいので、R も SR も。まあ、どれくらい回したら出ましたよ、みたいな情報を寄せていただければすごく嬉しいです。今回の動画は以上となります。もしよろしければ皆さんから見て動画の右下にチャンネル登録ボタンを設置しておりますので、そちらからチャンネル登録お願いできればと思います。また、Twitter のアカウント名と直リンクをコメント欄に書いておきますので、もしフォローいただければ嬉しいです。また、次の動画でお会いいたしましょう。